はい、こんにちは、服部幸男です。前回ですね、私が自腹でね購入したね家庭用の真空パック機のレビューを行いました。今回こちらの真空パック機を使ってですね、パックした鶏むね肉でサラダチキンを作ってみたいと思いますね。さあ、今日もですね、前回に引き続き佐藤月彦先生にね来ていただきたいと思います。先生どうぞ。はい、はい、どうも。はい、それではね、佐藤先生に質問なんですけどね、はい、真空調理って何なんですか？はい、フランスから始まった調理法で、日本で初めて服部栄養専門学校、校長先生が、お呼びになって、日本中のシェフたちにロービションになってもらってね、講習会を始めました。はい、で基本的に生の食材を入れて火を通します。生の食材、ね、はい、で低温で大きさが変わらないように、まあ、柔らかく仕上げたい、その場合に低温で作るということが、真空調理の基本になります。なるほど。真空調理の良いところって何なんですかね？これはですね、空気を抜いて作りますので、菌によっては繁殖できない菌もいます。それから、酸化がしません。酸化しない、ね、はい、それから乾燥もしません。なるほど。ビタミンの流出が少ない。なるほど。から袋の中にあるので二重線がありません。あ、いいことづくめね。はい、はい、でちゃんとしてればある程度保存が可能になります。なるほど。真空調理のね、時のですね、注意点って何なんですか？これはやはり、空気の嫌いな菌が世の中にはいますから、パックされたら喜んでしまう菌もいますので。あ、天気性細菌ですね。そうですね。だから、なるべく新鮮なものを使用する、はい、それから衛生的に管理をする。なるほど。で温度管理をきちんとしないといけないですね。なるほど。はい、というようにね、なかなかね、いいことがね、たくさんね含まれておりますのでね、これを使ったね調理法、ぜひ皆さんもねちょっと勉強してみてください。この真空パックしたね、チキンでね、サラダチキンを作ってみたいと思います、ね。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、準備したいと思います。はい、でこれ煮切った白ワインです。真空調理、アルコール抜けなくなっちゃうんです。でパックするときに膨れちゃったりするので、一度アルコール飛ばして冷ました。なるほど。でそこに調味料的に、塩から砂糖、砂糖は保湿効果を狙ってます。それから、オリーブオイル でこれ混ぜていただいて、で袋に入れていくんですけども、なるべく袋をきれいに保つために、このように校長先生みたいにこう折っていただく。でここが汚くなると熱接着できなくて袋がくっつかないということになります。でこれをこの中に入れて、調味料を入れて、で袋を戻します。はい、はい、で汁がこぼれないようにこう斜めにできる台があるとね、便利だと思います。はい、でまた同じようにこれを入れます。これから真空パックの中に入れて全部を真空にしていきたいと思います。で袋の中は熱接着されているので空気は入りきて完全に抜けるんです。でこんな感じで、これかなり優秀だと。先ほどパックした4種類のものを、うち学校ですので業務用の温度調節できる機械、スチームコンベクションオーブンがありますので、ここで70度、70度ねに入れて、中心温度も70度になるように持っていきます。よし、はい、時間はどのくらい？真空だと30分ぐらいでいけるんですけども、一応
中心温度見ますけども40分はかかる。40分ね。それではこれのソースをね作りたいですね。はい、お願いします。はい、じゃあ火を通してる間に作りたい。家庭にスチームコンベクションはありませんので、まあ、家庭でできる方法として湯煎ですね。あ、湯煎でやろう。で、分からないと思いますので、業務用だとこういう中心温度を測るこういう細い針がありまして、でこれ刺すと真空じゃなくなっちゃうので、それを真空を保てる保つ、ね、保つためのこのこういうシールがあります。なるほど。でこれを取り付けて針を差し込むと、お肉の中に差し込むと真空状態を保つことができます。なるほど。でここに温度表示が出てくるわけで、今日のやり方はだいたい30分で火が入るように、沸騰してるお湯ですね、これ1リットルです。1リッター、はい、で火を止めます。火を止めたところにこのお肉を入れていただいて、で蓋をしてだいたい30分。おお、170度とお湯の温度が冷たい鶏肉で温度下がっていきますので、そうするとだいたい30分経つと70度を超えた状態になります。で大体70度を超えてれば、菌はほぼ、OK になりますので、そういった感じで実際に1リットル止めたお湯に入れて30分でできるという今ちょっと証明をしたいと思います。はい、時間になりましたね。はい、もう30分を超えてしまいました。はいはい、で温度が今 71.9と72を往復してるんですね。70度に達してから今8分経ちました。と、うん、いうことは70度を3分超えてるのでもう安全だ。安全だね。はい、75度までいっちゃうと1分でいいんですけども、ちょっと硬くなっちゃう。で今開けてみますとこんな状態で、もうこのお湯が72度を超えていかないので、もうこれ以上火が入ることはありませんの で、 でこれでちょうどいい状態の、柔らかく火が入った安全な状態 で、 でこのまま食べても結構ですし、急いで氷水に冷やせば、まあ、1週間ぐらい保存はできますので、はい、この状態で。はい、じゃあ保証先生、はい、サラダチキン用のソースです。あ、なるほど。はい、まずマヨネーズですね。それから、ツナ缶、なんかこれはほぐれてるやつ、油も入れてしまいます、うん、それから玉ねぎのみじん切り、うん、ね、はい、これみじん切りしただけで、うん、さらしたりはしていません。さらさないのね、はい、うん、それからケッパーですね。ペッパーは風味が出るようにちょっと刻んであります。そうそうそう、はい、軽くザク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 。スモークサーモンよく使います、ね、はい、そうです。はい、それと、塩コショウ、まあ、ほんのちょっとだけです、うん、でこれを混ぜていただいて、でそれから濃度調節で、あとまろやかさを入れるのにちょっと牛乳を加えたいと思います。牛乳、はい、まあ、少量ですね。あんまり入れると緩くなりすぎてしまいます。牛乳ですね。でちょっと滑らかな下味の感触の、はい、ソースになっています。なるほど。これツナソースです。はい、じゃあ早速出来上がりましたので盛り付けてみたいと思います。まず袋から開けます。昔ロビションが私に質問したこと、佐藤、真空調理は何が難しいと思うかって言われたんで、ああ温度ですかねって言ったら、違う、袋から出す時である柔らかくできるからそっと出さないとダメだよっていう、そういうことなんだ。はい、でこれをカットしていきます。でどこを切っても同じ形の柔らかいしね、柔らかい状態で、切った断面がちょっとハムみたいな形に出来上がってるはずです。こういう状態ですね。なるほど。はい、こちらどこを切っても大体同じですね。でこちらをお皿に取りまして、
でここに先ほど作ったソースですね、これをたっぷり添えまして、でちょっとハーブ的なサラダを持っていただいて、ね、はい、こんな感じでどうでしょうか。ね、美味しそうよね。はい、4種類のね真空パックを先ほど火を入れました。それをねこれからね4種類食べてみたいと思いますね。まずはこれが服部のねプロ用の機械ですね。やってみましょうかね。はい、いただきます。刺しただけでちぎれますね、うんうん、この肉の感じがね、うん、食べやすいかな、うん、しっとりして美味しいやつね、はい、じゃあフードシールドですね、ものすごくもうジューシーな感じがするねこれね。異常に柔らかいです、うん、ね。これ歯なくても食べられそうな感じですね。チャンバーをやってるね。ね、口の中にねある意味で残ってくれるんですね。あの歯ごたえが、ね、なんとなくあってソフトなんだけど締まりがあって、うん、チャンバーピースがいいですよね。この、うん、家庭用の中でもねチャンバー式が非常にねこれに近いね。この2つはね決して悪くはないんだけどちょっとねソフトすぎる感じがするんでね、これはうん、まあ、家庭でねこれからするのに気をつけてねあの機械を扱わないとちょっと怖いですね、はい、これね、それさえね、まあ、慣れてくれれば相当いい線までいくんじゃないでしょうかね。ということで今日はですね4種類ね、家庭の真空パックをですね使って作ったサラダチキンということでね本当に美味しいものが、検証できたと思いますけどもね、いかがでしたかね。はい、ね、よかったですね。よかったですよ、はい、今回のレシピはご家庭でもできるですね、まあ、ものですよね。ぜひねチャレンジしてみてくださいね。詳しい作り方はですね概要欄にね、書いてございますのでこれご覧いただきたいと思いますね。ただ本当にねあの安全なね 火の扱い方温度の扱い方これは、ね、気をつけていただかなきゃいけないね部分が随分ありますね、はい、他にもね、この食べ物のこだわりこれがですね知りたいというものがあればですね、コメントをいただきたいと思います。お待ちしてますよ。この動画が良かった方ね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。